どうもね、Wi-Fi ルーターのバッテリーがなくなっちゃったんでね、パソコンのバッテリーがまだあったんだけど、Wi-Fi ルーターのバッテリーがね、シュンシュンって落ちちゃったんで、ジョローキャンです、僕は。で、先ほど、まあ、テントを探しに行ってる間にね、起きちゃったんでね、その間に持ってきてくれた、ありがとうね、拾ってくれた、感謝してます。テントを持ってきてくれた、本当にありがとうございました、石で止めといて、感謝してます。で、さて、まあ、困ってかなんとか、発注できたんでね、うんね、なんとか撮影ができました。見える？なんだ？また火炎を見ながら一杯飲んで終わろうか。はい、今日、今回のアウトダンスの動作って、そこにあったもう、昨夜でさ、薪全部使っちゃったからさ、もう、買ったりして持ってきたの。で、その辺誰かの焚き火の焼き残しの木を拾ってきて、なんとか炊いて、ここまで。これでおしまい。うん。飲もうか。ああ、なんとか。そうね。じゃあ、飲みましょうか。アルコールバーナーの方でやっぱ行っちゃったもん、火つかなかったんで。スクラブと、しめじだ。これ、味噌煮込み。これ、沸騰します。まあ、炭はいいやつですよ。灰になっちゃうから、燃えちゃうからね。銭湯はゴミになっちゃうからね、なんとか持ってきてくれてありがとう、ほんとね。感謝して誰かわかんないけどさ、僕が探しに行ってる間にさ、テント抱えて石で詰めといてくれた方、本当にありがとう。感謝してます。誰かわかんないけどね、ありがとうございました。ね、いいね、この激しさだね。なかなか今日はこれではところで、この100円ショップで買った処方とかに、なんか役立つ最後の処方。今夜誰か君のやりかけのところに太い丸太があったらこれで切って持ってきたので、これでなんとか咲いてやったわけね。うん、もう増えると思うんだ。本当にないの方に持ってきてくれて、キーズも買ったんだけど家で消化してまだキーズとマルチハンバーグの2つだと思ったんだ。あれマルチハンバーグでもね、思い出して、
ったし、あと、あと、みんなも買ったんだな。はい、行こうか。はい、いただきます。クラブ、クラブだしね、海だ。もういい感じだ。なかなか。そう。朝さ、釣りに行くと、味噌煮込みの、まだ芯残ってる、そこ見ると、まぶれて。うまいね。味噌は、味噌、あれ、200円だったんだ。液体味噌。あれ簡単でいいんじゃない？液体味噌。普段普通のさ、ビニールパックで買ってたけど、初めて買ってみた。あ、音がいいね、あれね、あの味噌で。液体味噌で。あのままで。簡単に調理して使わない。うん。なんか味噌味噌もいいなと思ってやってみた。うん、なんか初めてアウトドアで味噌味噌も。今は塩味ばっかだったけどさ、味噌もいいね。まあ、メイクですね。で、あそこ。軽いからね、引き下がると、これ重たいから、ね。そう、冬だよ、そう。かっこいいの怖くない。でもかけなくなった。引き下がると結構重たいからね。色って本当カルカルだからね、飛ばされるから意外と引っかかないよ。結構ね、ガイでもまたある方が結構表記でも飛ばされないから。このままでいっちゃうか。最後、スクワブと締めくなりたい。風のないところに行こうかな。風のないところ。そっか。下の向こう側で買ってパッドで行こうか、仕出しのあるところ。ああ財布があったのに人落としてたんだ、財布転んだくせに。もうほんとペット持ってきてくれたらありがとうね。誰かわかんないけど。感謝してます。ありがとうございました。ほんと久しぶりなんだけどね、ちょっとね。シリーン、ほんと。風がものすごい、やっぱ前転そうかな。やっぱ2月ってあれ、春一番に吹くところだから。この、
パソコンバリカールとか、まあ、青空始めまで生きてやった時もあったからね、去年の5月の連休の時に、土川荘が初めて2回ぐらい続けて行って、その後学校が知ったから、夏。ね、まだ1年経験してないから、季節よくわかんないんだからね。2月の天候とかね、毎年そうなのかわかんない。特別なのかね。鶏肉の出汁も出てね。ああ、そういえばやっぱいいな。うん。ああ。うまい。やばい。こうやって、片付けて帰ります。薪はもう全部使えちゃってるから軽いよね。ほとんど、まあ、いつも言ってる僕のアウトドアはね、年々量の薪の量が重さが一番重たい感じで、だから帰りは楽なわけね。帰りになっちゃってるから、もう使い切ったからさ。テント持ってきてくれたので、本当に感謝してます。持ってきて、置いといてくれた方、ありがとうございます。誰か分かんないけど。今度足まで行ってきて、全然あって、皆さんだって諦めて戻ってきたら、あってよかった。ありがとうございます。はい、おいしくいただきました。
ガラス張りの部屋だったら、昨日は暖かいですね、今日はね。日差しが結構あるから。もしたまたら、風が戻すので。いや、テントで飛んでいっちゃうんだな、あれね、驚いちゃったわね。まさかあんな飛んじゃうとは。あれ、向こうちゃんもさ、遠くも行かないと思ったんだ、あれ。ちょっと見た隙にさ、あーって感じで。すごい驚いた、あれ。どっか行ってるっちゅう。当たり前だよ。また来よう。さて、500を4本、よく飲みました。昨日の汁から、もう一回汁まして、今日の汁の午前中、2本。日本茶飲みきんなかったら、じゃあ、この後飲むかもしれない。はい、おいしいです。
どうもね、片付けしたいと思います。よし、ちょっと学校が失礼しましたね。あ、新聞紙も乾いたんですよ。新聞燃やしたことこれも聞いてない。じゃあゴミは捨てましょうか。下付けまず黄色っぽ、これ良かったな、これね、いいよね、これね、うつさで最高。何使っちゃったの、ね、アルコール燃料も薪も全部家で洗いますからね、うん、あれだけ捨てて畳んで、ブロックやっぱりビリプレートはいらないよ、もしね、それ買ったけどさ、やっぱ本体で十分も大丈夫、使ってみたらいいよ、ビロックあんまり必要ないビリプレート。もう冷めてもね、大丈夫ね。ありがとう、今回も強く楽しく使いましたよ。Thank you.
中学生にしてはこれいいよ。中学生もな。スノーピーク見えたらなるんだ。そうだ、焚き火台セット。そうだ、で、色。これはね、ヘンブタッチに言ったけど、これはロゴスの通報ですね。ロゴスの通報ですけど、ダウンの通報です。
すいません、ごめん。こっちはもう、もう一番じゃないですか。これ、コッパタオル今行けないです。あれだよ。
そう。
はい、どうも。もう、下の方行こうと、今日これが交番だから。いいでしょ、青空でも本当もう暑い、あー気持ちいいね。これ、これ学校橋、この橋の線路がめっちゃ雨が降ってきて、めっちゃ涼しいな、雨がね、めっちゃ涼しい雨がね、そうね。あ、木持って帰ろうかな、まあいいか。じゃあ、これね、ここの木はね、いつも生地で涼しかったよ。1300円で買えるんだもんね。広げるとでかい毛布って感じね。毛布はね、ファスナーついてるだけじゃないですか。でかい四角い毛布をさ、半分のファスナーつけた感じの方です。安いテントはさ、なんだっけ、相当機能に入れないと入んないなんだもんな、ね、一番最初のやつは1800円ぐらいで買ったやつだね。ハモいやつさ、ドームセット、旅用ドームセントって、あれ、ハモんねんだもん、あるんだって。ちゃんと入れないと。よほど機能にうまく入れないとダメだよね。下手くそな人だったらさ、ちゃんと細なんで一回使うとね、下着の動物に難しいよね。送料込みで1300円ぐらいかな、僕使ったら。安い。まあ安いだけ。
あ、これで、これが出てくるね。これもうまい。じゃあ、これで、カバンの方入れて。じゃあ、青空の元。じゃあ、買うのか。じゃあ、これカバンに入れて。帰りましょう。帰ろうか。上がって帰れんのかな。はあ、あったけえね、やっぱ帰れないか。まあいいよ。ああ、いいでしょ。なかなかいいとこよね、ここね。
すごい。階段すごい。階段すごい。ほんと超ほんと階段強いね。来年そうなのかな、2月って。わかんないですね、なんと。どうだろうね。上がれないのかな、ね、上上がる道ないのかな、いい感じの。上上がって、そういう通りに出ないのかな。誰かないかな、この辺か、この辺から行くんか、荷物持ってくからね、結構好きんだよね。時川っていうか、元原です。よし、よし、よし。おー、いいですね。かわいい天気だ。昨日は曇ってたもんね、まだこの今この時間ね。はい。じゃあこの辺で帰ろうかも。あの、危険なんで。で、これ学校場所ね。うん。こうしたね。ちょこだけした。学校場所は。ね、今これ。じゃあ風強いんで、この辺で動画撮影を終わり。ではまた。